ちゃん。こんにちは。はい。ゆたかさん。はい。まあ、今年は、まあ、ルーキーが非常にオープン戦から活躍しているという話しましたが、以前。まあ、結構使われてるよね。そうなんです。で、ここに来て巨人の阿部監督が、はい、今年のドラフト3名を1軍で開幕置くと。まあ、その狙いのドラフトだったからな。まあ、そうですね。だからドラフトが当たったっていうことだよ、まあ、結局は。そういうことですよね。そう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 。で、まずね、ドラ1の西舘投手に始まり、はい、佐々木選手、伊豆口選手を、まあ、1軍に置くということを話されてまして、はい、まあ、でもオープン戦見てても、うん、やっぱ必要な選手だよね、3人とも。そうですよね。そうそうそう。まずはやっぱり佐々木選手なんですけれども、はい、三上さん、佐々木選手は、まあ、はい、阿部監督は佐々木選手、伊豆口選手は開幕のそのスタメンっていう名前に出るかどうかわからないけれども、必ずベンチには必要な選手。佐々木はしぶといな。あ、しぶといのと青柳ということでね、はい、思い切ってスタート抜擢する可能性もあるよね。オープン戦の成績がやっぱこう非常にいいん で、はい、そうなんですよ。で、安定してるしね、はい、あとはやっぱ守備固め、うん、やっぱ一発バックホームが欲しいっていうような時に肩も強いしさ、はい、だからそういった意味ではすごく便利な、まあ、言葉が悪いか、便利って言ったら。いや、でも、あの、いい意味で、なあ、っていうことですよ。いや、だけど、非常に、心強く思えるような選手になってきたよね。うん、そうですよね。あの、現時点でなんですけれども、オープン戦、規定打席未到達でありながらも、打率4割5分2厘。はい。で、さらに足も速いので、はい、あの、阿部監督は、ダイソーでも非常に。ダイソーでもいいし、肩も強いしな。うん、だから、そういう意味では、使い勝手のいい選手だよ。そうですよね。ただ、まあ、もし開幕スタメン争うとなると、はい、で、阿部監督は松原選手のことも非常に買っていて。いや、松原も天才的だもん。いや、本当にそうですよね。だから松原は使わない手はないと思うよ。ですよね。そうなってくると、うん、じゃあ、あと残り、例えば佐々木選手開幕スタメンってなると、まあ、そこのセンターの争いだよな。うん、まあ、おそらく小堂は使ってくると思うんだよ。ま、やっぱ使わないとわからないしさ、オープン戦だけじゃなくて公式戦になると外国人ってガラッと変わる時があるから、うん、だからそこら辺のその期待度はあるよね、オドワに関しては、うん、やっぱ最初から外すっていうことは俺はないと思うんだよね。で、やっぱこうベテランの丸をレフトに置き、うん、センター一角だと思うんだよ。じゃあここを青柳だというふうに考えた時に、うん、まあ佐々木か松原かなりますね、って思うんだよね。守備力とも含められるとね、はい、だ、秋広っていうのはやっぱセンターっていうのはちょっと、うん、やっぱ使うには難しいし、はい、だから佐々木と松原の争いかなっていうふうには思うけどね。そうか。これ、まあ、阪神戦3戦ありますけれども、はい、例えばこの2人を3戦でこう回すとか、今日は松原選手、今日は佐々木選手、やっぱ結果が出たらそのまま押し通すと思うよ。そりゃコロコロ変わったら松原と佐々木が打つ打順というのは大体似てると思うんだよね。だからまあそこら辺での心配はないんだけど、結果が出たものは変えないと思うよ、うん、逆に言うと結果が出ないと変えられるっていう可能性はあるけどね、うんうん、今で言うとじゃあ松原選手とその佐々木選手の戦いっていうとどっちに分が、いや、分がっていうかさ、阿部監督がね、ルーキーの年に原ヘッドコーチが長嶋さんに言ったこと、うん、これは聞いてると思うんだよ、はい、彼はやっぱこれからジャイアンツを背負っていく選手だと、うん、ルーキーで開幕のこの日は一生に一度しかないと、うん、だから阿部慎之助で行ってくださいっていうふうにお願いをしたと、うん、だからそういう思い出があるんだったらなんか佐々木を使えそうだし、開幕スタメンっていうのは非常に楽しみだよね、そういう面では。そうですね。それはめちゃくちゃ楽しみだ、センター誰を置くかって。そうだ、だから豊さん、あの開幕スタメン予想やりますけれども、うん、またあの違う動画で誰をそこに、じゃあ名前ね、佐々木選手の、まあ、そうだな、楽しみです、はいはいはい、さあそして伊豆口選手、はい、まあ内野がね、すべてどこでも守れるということで、はい、ユーティリティです。すごく俺は勝ってる選手で、うん、守備に関しては、まあ、そんなに不安はないし、うん、でバッティングっていうのも非常に焦ることなく、うん、じっくりボールを見ていけるタイプ、はい、ただもう少し仕掛けが早いといいなって、相手は怖がるだろうなっては思うんだよね。その仕掛けが早いといいなっていうのは、だから初球から振るっていうことはまず見ててないんだよ。やっぱボールをこう耐久していくタイプなんだよ、はい、いろんなボールを見たいっていう自分の判断なのか、そういうスタイルなのか、うん、ちょっとまだ分からないけども、これがボールをよく見たいっていうふうに思うんであれば大したもんだよね。まあそうですね、大したルーキーだと思う、うん、ただそうじゃなくて、俺は
なんかこう仕掛けが遅いタイプのバッターなんだなって思うよ。で言えば篠塚さんみたいなタイプだよ。あ、そう、篠塚さんもあの仕掛けは遅かったから、やっぱりじっくりじっくり見ていくタイプ。だ昭和の選手に多かったんだよ。あ、伊豆口選手タイプですか。そうそうそう、は一球の配球を見て組み立てを考えて読みで打っていくっていう。だけど今はさ、そうなってくるとやっぱピッチャーってやっぱ社会人の時よりレベルがワンランク上だから、やっぱある程度もうちょっと仕掛けることをちょっと考えた方がいいなって思うんだよね。だから相手ピッチャーのバッテリーも会津口選手はじっくり見てくるから、もう初球からストライクでポポンといっちゃおうとなると追い込まれてしまう。簡単に追い込まれる、うん、そしたら特殊ボールがあるから率は残せなくなるっていう、はい、で彼はやっぱバッティングのセンスからすると率は残せるバッターなんだよ、はい、だからその耐久によって残せない、うん、やっぱ仕掛けることによって残せるっていうふうに俺は思ってるんだよね、うん、だからもう少し 早めに仕掛けた方がいいなっては思うね。そこは佐々木選手とはまたタイプが違うんですか。いや、タイプは全然違う。佐々木選手は、まあ、まあ仕掛けるんだったら仕掛けるタイプだよね。ただ伊豆口の方が状況的なバッティングができるタイプだ。例えばこっちに引っ張ってほしいとか、はい、こっちは流してほしいとか、うん、そういうことができるタイプ。状況によっての長けてる選手なんだ、うん、だから佐々木っていうのは食らいついていくタイプ、うん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 、だからそういう意味ではしぶといよね。そうですね、佐々木選手、うん、ただ伊豆口っていうのはジャイアンツにとってじゃあ何かっていうとさ、うん、全ポジション守れる内野だったら、だからこういう安定感のある守備を見せてくれるのと、うん、先頭打者でノーアウトから代打で使える選手だよね。塁、はい、に今出てくれるみたいな、うん、そういう期待感はすごくあると思うし、うん、あとはやっぱこう門脇吉川、はい、どっちかがこう落ちた時にスッと入れ替われるという、はい、でショートもできる、セカンドもできる、サードももちろんできる、うん、すごいこう便利なというか、まあそうです、まあ、言葉は悪いけど、うん、本当に頼りになるというか、はい、そんな感じで置いとくといいよね。ですよね、うん、まあ、吉川選手もやっぱり通年通して出たことってないですし、はい、門脇選手もじゃあ2年目本当にずっと、ね、シーズン通して出られるかっていうとまだわからないと、うん、だから門脇のオープン戦を見てると20打席ぐらいノーヒットな時があって、その当たってるピッチャーっていうのも、いやこのぐらいのピッチャーだったら打たなきゃいけないのになっていうのに、まあ、打てなかったりだとか内容が悪かったりとかしてる、うん、シーズン入ってバッティングに悩んで上位を打たすって言ってて、はい、悩んだ時にどうすんのかなっていう一抹の不安があるのね、まだ、うん、その時に伊豆口っていうのは対応が効くかなっていうような。そうですね、うん、まあ、そんな感じでは俺は見てるけどもね、うんうん、それは門脇が頑張り通すっていうのが一番だけども、うん、こう伊豆口っていうのも黙ってないだろうしね、うんうん、だからそこら辺ではいい競争にもなるだろうし、うん、まあ、非常に期待感は膨らむ選手だ、うん、ただやっぱり開幕スタメンってなるとそこはちょっと難しいかな。そこはないわ、うん、誰かが怪我しないと。そうですね、うん、でも怪我した時の一番手は伊豆口じゃないかなっていうふうには思ってるけどね、うん、そうですよね、うん、でピッチャーではドラ1の西舘投手が、はい、一軍ということで、まあ当然ちゃ当然だよな、はい、非常に器用なピッチャーだし、うん、幅を持ってるかなっていう感じがする。その幅というのはどういう幅？いろんな球種があるんだよ、うん、だからいろんな組み立てができるから、うん、だから調子が悪くてもなんとかやってくれるっていうような器用さも持ち合わせてるんだよね、うん、で全部クイックで投げてるけど、昔久保っていたの知らないから、クイックがめちゃくちゃ速いピッチャー、巨人のロッテから DeNA に来て、阪神 DeNA かなに来たんだけど、クイックがめちゃくちゃ速いんだよ。でそのピッチャーは足を上げたりクイックで投げたりしてて、タイミングが取りづらかったんだよ。だからそういうこともできたらいいなと思ってんだけどね、足を上げたりクイックで投げたり、もう全部が大体クイックだから、だからタイミングはそんなに取りにくくはないんだよ、クイックでも。あ、バッタにしてちょっと早くすればいいだけの話だから、でも足が上がったみたいな、うん、になってくるとタイミングが狂うから、だからそういうこともちょっと勉強してほしいなと思うけども、はい、まあ、7回を予定してる。そうなんですよ。でもこれは非常に巨人の弱点を埋めるという意味からすると西舘っていうのはいいかもね。本当は先発で育てたいとは思ってるんだろうけども、うん、そこが中継ぎの7回っていうのになったというのはやっぱそこが不安だからだよ。だからルーキーに託してみようっていう、うん、
まあ、他の投手、例えば馬場投手だったりとか泉投手とかベテランの投手いましたけれども力がある、うんうん、それと先発は頭が揃ってる、はい、だから無理して西舘っていうのを先発に回さなくても後ろに回せたっていうこと、うん、だからそう考えると多少余裕がある、そうですね、余裕ができたのかなという、うん、でも裏を言えばこう補強した選手でこれっていうのが決まらなかったっていうことも言えるけどね、だけどあれだけいるとローテーション組めるからね、あの阪神と一緒ですよね、そう、うん、だからいつもフレッシュな選手が入れるという、うん、登板型にならずに、うん、まあ、登板型になるのはおそらく西舘、中川、大勢だと思うんだけど、はい、それが余裕があるときには違う選手を使えるようなローテーションが組めるかなっていうには思うよね、うん、だからそういう意味では巨人のねこのルーキー3人は非常にあの戦力として期待ができるし頼もしい存在になってるよね、はい、そうですよね、うん、まあ、1人大学からで2人は社会人からですけれども、ね、でもルーキーが3人開幕1軍でっていうのは他のチーム見てもちょっとまあまあ多い方だよね、そうですね、多い方だけど、でも巨人のドラフト昨年のドラフト見たら完全に即戦力を狙ってのドラフトだったからそうですね、だからこれだけ3人残ってくれたっていうのはドラフトの成功というふうに考えてもいいよね、うん、そうですね、だからそういう意味ではジャイアンツは順調にここまでは来てるということで、うん、開幕前までは前までは、うん、だから開幕してどんなスタート切るかわからないけども、はい、スタートさえ切れればなんとかなるようなそんな感じはするけどもね、そうですね、うん、いやだから本当巨人ファンにとってはまず A クラスあと優勝を狙ってっていうところには非常に嬉しいこの、ね、そうだな、でも正月ジャイアンツファンにさ、はい、ラジオで出てもらった時に今年に期待するのはあった A クラスですからね、えらい謙虚になってたからな、そう私のラジオでそうなえらい謙虚になってたからそうなんですよ、まあまあ今年なジャイアンツはどうなるかわからないけども、はい、まあ順位予想でやるけども、はい、ね、頼もしいルーキー3人がね、うん、まあ、ベンチ入りできそうだし力になりそうだからね、はい、そうです、まあ、それは楽しみにしたいよな、そうですね、はい。